かつて使われた 35mm カメラ。現在はもっと小型化されている。基本的な動作、シャッターが開いた時フィルムは一瞬観光する。シャッターが閉まった時、パーフォレーションを使い、次のコマに送る。全枚式ボレックス 16mm カメラ、映画用カメラとは、フィルム上に映像を連続して録音し、動画を撮影するための装置である。その大枠の定義の中でも、 映画を撮るためのカメラを撮影機という。その機構はレンズ、可変快角度シャッター、フィルム完結誘導装置からなり、現在ではフィルム走行の原動力には電動モーターを用いるが、初期からあるいは現代に至る一部小型映画用の撮影機には出回し、あるいは時計仕掛けのモータードライブを用いている。フィルム上への記録の基本原理は1820年代に、 フランスで開発されたスチル写真の原理に追うことが大であり、19世紀末以来ほとんど変わっていない。モーションの記録に成功した最初期の2つのカメラは、トーマス・エジソンのキネトグラフとリュミエール兄弟のシネマトグラフであった。両者とも光を遮断し映画用フィルムを収容するカメラ本体を採用していた。フィルムはレンズのついたアパーチャーを通過し、 レンズによってごくわずかの時間に露光されることによって、レンズの前にある映像を記録する。映写されると動いているかのような錯覚を十分与え得る映像を記録するには、フィルムに連続的に露光する必要がある。連続的に送られているフィルムは、回転式のシャッターが開いている間は、アパーチャーの前で止められ、露光される。シャッターが閉じられるとフィルムは次のコマに送られ、露光する。 これらの間欠的な動作を繰り返すことによって連続的な映像を記録することができる。フィルムは一定のスピードで、そしてアッパーチャー内ではずれることなく録音される必要がある。これを実現するためにはアパーチャーの背後で録音に十分な間フィルムを止め、一定だが間欠的な速度でフィルムを動かすことができるスプロケットホイールなどの仕組みを使って フィルムを安定させる高度に精密なメカニズムが必要である。初期映画には旅行の時にフィルムを安定させるメカニズムが不完全であったためにギクシャクした質感が時々あった。1920年代には初期の木製カメラから金属製カメラに移行した時に動く部品がより正確に作られ固定されるようになったために純粋に機械的な多くの問題は解決され始めた。 20世紀は古いものはどんどん改善され、小型化される世紀だったのである。最初の映画カメラを作った人物に関しては、複数の説がある。1888年、ルイル・ルプランスによって原型が設計され、イングランドの国立メディア博物館に展示されている。ルプランスは、紙テープとジョン・カーバットと、あるいはブレアイーストマンの一産。 4インチ幅のセルロイドフィルムを使用した。他の先駆者として、イングランドのブリストルのウィリアム・フリーズ・グリーンがいた。1888年から89年、彼は ALA、GA を建て、紙のフィルムに代わり彼のカメラで、パワーフォーレーションのフィルムを供給した。ジョルジュ・ド・ムニーは、エチンヌ・ジュール・マレーが製造した、核反装置を1893年に採用した。 フィルムの幅は 60mm だった。ルミエール兄弟のカメラは、原型がルミエール工場の主任メカニックのシャルル・モワソンによるもので、1894年リヨンで作られた。35mm 幅の短い紙製のフィルムを使用した。1895年、ルミエールはセルロイド製のフィルムをニューヨークセルロイド製造会社から購入。 これに観光入材を塗布して溝とパーフォレーションをつけた。洋画を使用する方法は知られていなかった。最初の全金属製映画カメラはベルハウエルが1911から12年に発売したスタンダードシネマトグラフである。今日最も普及した 35mm カメラはアリフレックス、ムービーカムとパナビジョンの機種である。 高速度撮影においてはフォトソニックが使用される。サウンドの同時録音を可能にするため、防音仕切りの中に収められた全イ式のモーターを依然として用いる大変小さなカメラもあるにはあるが、実質上今では全てのカメラは動力源として電動モーターを用いている。また現在ではカメラ本体は軽量化され手持ち可能になり、 ブームの型枠あるいはその他のコントロール可能な機械上で使用できる。その上今では様々な撮影そして様々な予算に適した多くのフィルム企画が存在している。現在のほとんどのプロ用カメラはレンズ付きのカメラ本体、そして独立し分離可能な部品であるビューファインダー、マガジンの3つから主に成立している。特にこの本体が軽量化されたために 多様なシチュエーションで映画を撮影できるようになり、映画の美学史に深い影響を与えた。1960年代のヌーベルバーグの監督及び、シネマベリテやダイレクトシネマのドキュメンタリー、映画制作者たちは、手持ち撮影技術をより頻繁に、そして幅広い目的のために用いることによって、進化し続ける技術を自分たちの映画に活用した。現在は、 コンピュータグラフィックスや画像合成、さらに編集など映画制作プロセスの大半がデジタル化されており、撮影においても業務用、ビデオカメラの高画質化に伴い、それらを用いたデジタル撮影が増えている。デジタルシネマ構想の推進者であるジョージ・ルーカスが2002年公開のスター・ウォーズエピソードにクローンの攻撃にて最初に HD24P による 完全デジタル撮影を行っており、撮影した映像を即座に確認できる、フィルムの現像やデジタルスキャンの手間が省かれる、フィルム長による連続撮影時間の制限が解消される、などの利点がある。ドイツのアーノルドリヒターやアメリカのパナビジョン、レッド、デジタルシネマカメラカンパニー、日本のソニーが代表的な映画用カメラメーカーである。客中、ありがとうございます。